にちは、いっちーです。なるです。なるさ、スマホの操作って慣れてる？結構もうスススっていっちゃう。 LINE とかさ、入力結構早い、早い早い早い。うん、そんなに甘くないんですね。あなたが早いと思っていても世界中の人と比べたら全然早くないかもしれない。いや、でも早い方だと思うけどな。というわけで、それを試すべく今回はこんなゲームをやってみたいと思います。こちら、森の電話番です。え、なんかかわいい。まあそんな甘くないんですよね。ん？反射神経、そして早打ちの能力を競う電話をどちらが早く取れるかっていう、それだけなんです。へえ。あ、なんで絶対これいける。じゃあ早速やってみたいと思います。それではまずやったことがある私からちょっとお手本でやってみるね。一、人で遊ぶ。私が左側です。出てくるんだ。相手がやってきて、なんかウサギ、この黒電話なんだけど、なぜか。しゃ。お。しっかり鳴ったら取りましょう。そう、なんか派手なパンチ。静かに。はい、すいません。しゃ。なんだよ。そういう競技みたいになってる。秒数もだん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 速くなってってる。あ、なんかすごいお花みたいなライオンが。社長って書いてあるよ。強そう。わー、早い。2秒切。0.2 タイム。ブラック企業っぽい。目の色が変わっちゃった。わー。悔しい。何や、あのブラック企業の犬。強そうだったもん。それじゃあ、意気込んでいたナルさん、お願いします。え、でもなんかいける気がしてきた。分かった、こことの距離じゃない。でもやり方は簡単だよ。よしよしよし、いいねいいねいいね。ウサギさん揺れすぎじゃない？おお、あ、すごい。3秒。3、いいよいいよ。パナさんはどこで見てるの？おお、ドキドキする。いや、電話取る犬の顔怖すぎでしょこれ。あ、社長？あ、部長だ。部長、森の会社なんだここ。早い。めっちゃ悔しい。それ悔しい。それでは2人で対決していきましょう。よし。あ、早速、はい、左が私、右が鳴る。何スタートしてるのよ。隙を見て。あ、やってやった。すごいすごいすごい。ベストタイム。なかなかやるわね。分かってきたわ。こっちが、このウサギの揺れ方が気になるのよね。気が散るのよね。やってやろうじゃないの。勝つかな。いいよ、次勝つから。何やってるの、待って、始まってる。あ、そうか、始まってる。うさぎ揺れすぎよ。みたいだぜ。行くわよ。何が起こした？まばたきした。まばたきした今。やったー！2ピンの勝ちです。やったやった。で、もう一回お願いします。お願いします。そうね、今1対1じゃない。白黒つけようじゃありませんか。あ、強そう。強そう。え、待って、あなたコツ掴んできてるわね。コツ掴んできたわ。ちょっと待って。攻めてるとダメだね。
ダメでしょ、ミスは。いや、これは惜しかったな。いい勝負だったわね。マジで面白い。めっちゃめっちゃ面白い。面白いよね、これ。はい、ということで今回はエチナルで森の電話番をやってみました。いやー、めっちゃ面白かった。悔しいんだよね、めちゃくちゃ取れない時の悔しさ、うん、だけどタイムが出るからさ、こう記録更新も一人だったらできるし、二、うんうん、人だったら絶対勝ってやるって思えるね、うんうんうん、みんなもぜひお友達とやってみてね。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック。高評価コメントも待ってるよ。そしておすすめ動画も見てねー。